こんにちは。クリエイティブ農場配信企画鎌倉殿の13人編でございます。ということで皆様こんにちは。今回も始まりましたスタジオ88の柿本でございます。そして本日も梶原さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、大河ドラマ鎌倉殿の振り返ろうということで今回も始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ということでですね、今日のテーマでございます。おい、今回のテーマは木曽義仲公についてでございます。はい、はい。ドラマでは大体第13回から第16回に主に登場しまして、うん、その木曽義仲公について今日はお話をしていきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、どんな人なのかだったりとか、はい、まあ、今回のドラマを見て私がどう思ったのかとか、うん、まあ、そういったところをちょっとまずお話しさせていただきたいと思うんですけども、はい、どうでしたか。はい、もう初見の全然何の知識もないあのドラマの役だけしかわからないですけど、私は今まで見て誰が好きですかって言われたら義仲こうって言いたいぐらい、すごくかっこよかったです。ああそうなんだ。はい、ドラマでは俳優の青木宗隆さんが演じておられまして、うん、源氏の棟梁の座を奪う頼朝のライバルであるということなんですけども、うん、なんかそのドラマの中で、まあ、最後のシーンとかはもうすごいなんかうーってまた辛かったんですけど、うん、一緒にいた巴御前、巴さんをすごくこう大事に思っているっていうのがなんか描かれてて、うん、お前だけでも生き延びろみたいな最後とか、あとはその息子の義高が頼朝の方に人質に来いって、うん、最後の方になんかこう閉じ込められてたりとか、なんかそういうとこもあるんですけど、その義高この発言もすごい父親のことを信頼していて、父としてのなんか威厳みたいなのが私の中ではなくすごいかっこよくて男らしくていい人みたいな。なるほど。ドラマ見てたらなんかそんな感じの印象で最後亡くなって終わったっていう感じですね。そうですね、はい、まだ源氏一族が一族同士でまだまだ覇権争いをしている段階で、源頼朝公というね、はい、後々将軍になる人がいるんだけれども、甲斐の武田であるとか、で木曽の義仲公であるとか、まだまだなんか誰がこうね、どう出てくるかみたいなのは確定はしていない段階で、でね、木曽義仲公っていうのがですね、実はですね、はい、この最初の方の平家に打撃を与えるっていうのでは、ね、本当に大きな、なんか重要な役割をしてるんですよね。へー。義仲公の本拠地は富山県の高岡市、はい、あそこら辺を拠点としてまして、高岡も行ったことがあるんですけれども、地元にはね、やっぱり義仲公の銅像があったりとか、巴御前と一緒の二人のね、銅像があったりとか、やっぱり地元の方にね、すごく大事にされて、愛されてるっていう方なんですけれどもね、うん、その地政学的にね、京都にね、こう食料をこう供給する場所、まあ近畿一帯もあるんですけれども、北陸の方の食料っていうのがすごく大事だった、うん、京都にとってはね。でそこら辺で木曽の義仲公が挙兵をしたということで、ここからの食料を断たれたら京都に住んでる平家も朝廷もこれは一大事だということで、この後、まあ、頼朝が攻めてくるかもしれないし、そうなった時に食料がなければ戦うこともできないみたいな感じで、義仲公をまずはちょっと攻めようということで、平家軍がですね、北陸の方に向かうわけですね。で、これ数は本当かどうかわからないんですけれども、平家軍が10万の兵も引き連れて、はい、義仲公をですね、征討に、成敗に向かったっていうことなんですよね。10万って言ったらね、もうだいぶかなりの数ですよね。それで、その中で、義仲公と、まあ一番有名な戦いは、栗から峠。はい。栗から峠っていうところがあるんですけども、そこでね、義仲公と平家軍が激突するんですよね。で、そこでね、義仲公が平家を撃退しちゃうわけですよね。おぉ、すごい。うん、10万の兵をこう相手にですね。で、そのままですね、もう栗から峠で撃退して、そのまま京都に攻め上って、京都も制圧しちゃう。
で、平家はちょっと京都から、まあ、都落ちの始まりですよね。撤退していくみたいな。だからね、その時はもうね、日の出の勢い、もう朝日のような勢いだっていうことで、木曽義仲公はね、朝日将軍っていう、その当時の人たちに呼ばれてて、もうそれぐらいなんか大スターみたいな感じだったんですよね。はい、都で横暴を尽くしてた平家を追いやってくれた、みたいな感じで。で、それの、まあ、一つの大きな戦いが栗原峠っていうのがあって、はい、で、まあ、向こうが10万だから、数ではね、叶わないけれども、はい、血のりとかあるんで、そこら辺をうまく使って、作戦を立てて、夜襲をかけるんですよね。で、これはまあ、本当の話かどうかわからないですけども、有名な話として、この牛の角に松明をくりつけて、で、うん、何十頭、何百頭っていう牛を、平家の陣の方にバーンと走らせて、敵襲だっていうと、牛が突撃してきたら、とんでもないことになりますよね。はい。で、平家軍がなんか大混乱に陥ってるところを、すかさず義仲軍が攻めて、で、十万の平家軍が撤退していくみたいな、まあそういう逸話が残ってて、まあそれ本当かどうか、まあちょっとわかんないですけどね、牛になんか火くりつけたらね、もうその場で大暴れじゃないかみたいな、噂もあったりするんですけれども、まあまあなんかその、義仲公が戦上手だったっていうことだけは確かみたいで、やっぱり十万の兵を相手に戦おうと思ったら、相当な戦略とか考えないと、血のりとかを生かしてね、まあ無理だと思うんで、そこら辺はやっぱり頭の切れる人だったんだなっていう、戦上手だったんだなっていうのは確かみたいで、加えてね、そのさっき柿本さんのお話ね、はい、あったんですけれどもね、木曽義仲像が今まで描かれてた義仲像とはちょっと違うんですよね、はい、印象が。ね、割とこう男らしくて、はい、頭が切れてみたいな感じで今回はね、うん、描かれてましたけれどもなんかね、今までの吉永子は、はい、まあなんか多分そういう戦略とか軍事のことに関してはすごく頭が切れるんだろうけど、まあどっちかっていうとちょっと田舎育ちで、うん、そやな乱暴者みたいな、そういうイメージの方がまあ私は強くて、まあそう描かれることも多かったみたいな、うんうん、まあそれなんでかっていうと、その後こう京都を制圧して、はい、まあ平家を追い出して、木曽義仲軍が京都にバーッと入ってくるんですけれども、なかなかね、そこでのね、行いがね、だいぶ乱暴者だったらしくて、まあもちろん朝廷に対する礼儀とか、礼節とかもなんかよくわからなかっただろうし、まあ義仲公のなんか側近たちはね、普通に変な行為を略奪とかすることはなかったとは思うんですけれども、その義仲軍もなんかこう、寄せ集めではあったので、京都に入って、でなんかこう結構悪さをした乱暴狼藉をしたっていう人たちもあったみたいで、それのなんかイメージがやっぱりねちょっと強くて、木曽義仲軍はどっちかっていうと武骨で乱暴者みたいな、それでなんかちょっとこう京都人たちに一気に嫌われちゃったみたいな、はい、まあまあちょっと単純な言い方ですけど、はい、そういうイメージがちょっとありますけどね。なるほど、知ってる作品とか他の作品によっては全然またイメージが変わるっていうことですよね、うん、そうね、うん、まあ三谷さんが今回はそういう風にキャラを作り上げて脚色したっていうことであるんですけれども、うん、はい、まあ新鮮だったね、いきなりすごく冷静沈着な武将として描かれてて、はい、かっこいい人、かっこよかったね、確かにかっこよかったですね、確かに、かっこよかったです、うん、でね、そういう義仲公のエピソードの中でまずは巴御前の最後のシーンとか、最後頼朝公に攻められて何人かの部下と一緒に最後まで戦って死ぬわけですけれども、まあその中に巴もいて、巴さんもいて、でまあ巴さんはなんかこう最後なんていうかね、最後をなんかこうメッセージを伝えるためにメッセンジャーとして生き残ったみたいなことらしくて、それもなんか本当らしいんですよね、遺言とかを伝えてみたいなことだったらしいんですけれど、うん、でその義仲公が亡くなった場所とかお墓とかも京都とか滋賀にあったりしてですね、なんかすごく大事にされてるなーって、それを見てもね、うん、ちゃんと葬られてる墓もありますし、無限に扱われていないなーっていう感じが、うん、吉永公の個人得というか、キャラクターだったんだろうなって思いますね。なんかちょっと不思議だよね、やっぱりね、この時代にね、巴御前っていう武勇に優れた女性が側近にいたっていうのがね。確かにそうですね。まあ、幼馴染みたいなね、こともよく言われるけれども、それでもやっぱりね、女性を側近に置いてたっていう、そういうね、武士の一人として。やっぱりなんか、そういう大人な一面というかな、なんかね、優しくこう、人となんかいろんな人ともなんか接せられる一面があったのかもしれませんね、武骨なだけじゃなくて。
まあまあそんな最後のお話とか、うん、あとはねやっぱりね息子の吉高校のエピソードですよね、うん、これはやっぱり悲しいお話ですよね。大姫がね、そう、はい、ほぼ人質という立場で鎌倉の方に、まあ表立っては大姫の許嫁婚約者ということでしたけどもね、はい、まあまあ本当に人質という感じで鎌倉の方に行ってるわけですけれども、まあ頼朝公の娘の大姫がね本当に好きになって本当に冠者殿冠者殿つってね、うん、なんか慕ってたっていうのは事実みたいですね。それで本当に吉高公が撃たれて息子の吉高公も殺されるっていう運命になってしまって、うん、でここもなんかね親子の絆を書いた印象的なエピソードが、はい、ありましたね。ありましたね。どんなんだ何でしたっけ。お手紙とかですよね。あの政子に逃げなさいみたいなのを言われるんですけど、いやみたいな、見ないところは勘違いをしておられますみたいな、私はいずれ頼朝、父を撃った頼朝を殺すって言っていたんですけども、うん、巴から届いた父からの手紙を読んで源氏同士で争うなと書いてあって、それを読んで息子が父の言う通りですって言ってもね、手紙の一文だけでそんな心変わりができるのってよほどの熱い信頼と父への尊敬がないとできないと思うんですよね。本当ですね。なんかすごいそういうところもなんかすごい吉永子が偉大な人だったんだろうなみたいな感じに感じられたので、のね、頼朝軍がね京都へ義仲公を追悼のためにね旅立つ時もね、うん、義仲公が一言ね父を相手にして戦に勝つことは絶対できませんっつってね、うん、頼朝軍の方をなんか哀れむなんか一言言ったりね、はい、なんかそういう風なセリフがなんか出てきましたよね、うん、なかなかこの親子関係もちょっとだけ泣けましたね、はい、なんか良かったですねそういうところも、ね確かに本当ですね、はい、うん、それでまあねそのね本当にまあさらに悲しいエピソードとしてはその大姫がね本当にもう義高公のことが大好きで首をはねられたということを聞いて、はい、もう完全にトラウマになって心の病になってしまうんですよね、うん、そこからねそれはもうなんか本当に深く深く心が傷ついたらしくて、うん、でその後もねなんかいろいろフォローしたりね幸せになってもらおうと思って頼朝も政子も尽力するんですけれども、はい、やっぱり全部こう新しい婚礼のね話を持っていっても全部拒否されて、で結局大姫はね二十歳っていう若さで亡くなるんですよね、うん、はい、うん、まあ、結局なんかそこら辺の心の病が原因だったのかなみたいな感じですけどね。ドラマの中で八重さんのところに大姫行ってみたけど、うん、なかなか心開いてくれず元気が出ませんみたいな、うん、結構心が病んでるような描写もありましたもんね。そうですね、うん、まあまあそれはなんかこう一生治ることなくみたいなことだったらしいですね。辛いよね、うん、まあけど本当にねこういう歴史上に残る人物だけじゃなくてね、あ、そういうのも裏には常にこういうことがあるっていうことだから、こういうものは一つのストーリーとしてはね歴史ものとして興味深く読んだり、まあなんかこう娯楽として読んだりもしますけれどもね、まあいろいろ考えさせられることはいっぱいありますよね。ねえ本当に、いやでも一個あの質問いいですか。はいはいはい、あの、まあ、この回以外にもずっと出てきてるんですけど、私が今現在もその結構こんがらがる原因の一つの方がいらっしゃいましてあの後白河法をいつもちょっとよく分かんなくなっちゃうんですけどこの法王っていうのはどういうような方なんでしょう。例えば何どういうシーンでこんがらがるの、うん、なんか何ですか、名前ってだけでの法王ってなんかすごい立場の高そうな人みたいなイメージがあるけど、うん、なんか割とこう幽閉されてなんか囚われたりとか、うん、なんか囚われたかと思いきやすごいなんか権力発揮してそうみたいな時があったりとか、あとなんかすぐ喧嘩させようとするというか、なんかこの、うん、どの立場にいてどういうふうに、なんかこの方はどうしたいんだろうみたいな感じに思って、うん、
なるほどなるほど、はい、後白河法皇は、はい、まあ、天下一の大天狗と言われるぐらい、はい、もうなんかこう策を巡らしてもなんか自分のなんか意思をなんとかうまくこう通して人たちを操ろうみたいなキャラクターなんですよ。でまあこの時代のキャラとしても突出したカリスマ的なものを持ってるんですけれどもね、まあ、天皇陛下がおられて、天皇っていう立場、後白河法も後白河天皇だったんだけど、それを退いて法皇という立場になるんですね。で法皇という立場になって裏からこう権力を操るみたいな感じなんですよ。まあ天皇っていう立場にいるとこう自由が利かないこともあったりして、それをもう早々に次の代の人に譲って、で自分はまあ裏から権力は手放さずに裏から操る立場みたいな感じなんですよ。でまあここが日本のねちょっと面白いというか特徴的なところであるんですけれども、天皇は軍事力は持ってないんですよね。だから直接にだからこう強硬手段としてどこどこを滅ぼすとかあそこに攻めに行くとかいうことはできないんだけど、その実際に物資とか軍事力を持ってる人たちも天皇には基本逆らわないんですよね。逆らえないというか逆らわないというか、むしろ味方につけて、まあ錦の御旗っていうね言葉が明治以降生まれましたけれども、要は天皇が後ろにいるんだぞっていう、自分たちは正義なんだっていうことですよね。これをなんかこうバーンと掲げる、天皇がいる、自分たちの味方にいるっていうのが正義なんですよね。これがね日本人にとってはものすごく大事で、例えば強い方、こっちが強いからこっちにつくみたいないうのも単純にありがちなんだけど、その強い方が天皇から俗軍って言われたら、もうその場でなんかその味方が一気に減っちゃうんですよね。まあこれがまあなんかとっても日本の特徴的なところで、必ず何かしようとするときは天皇方を自分につけて自分が正義なんだというふうに主張したいという感じ。武士としてはやっぱり天皇方が後ろにいるっていうことがものすごく大きな、なんかこう動機づけになり、天皇の命令で自分は動いてるんだっていうことで、なんかこう筋道が立つということですよね、はい、筋が通せるっていう感じですね。だからなんかあれなんですね、いつも後白河法皇から何 なんていうかちょっとお世話でなんかが出たから行くぞみたいな、そう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 、そうそう、臨時が出るとか、はい、なんかこう勅命が出るとか、はいはい、ね、そうそう、そういうこと、そういうこと、なるほど、そういうことか、うん。でまあ後白河法皇の立場としては、まあ、特に平清盛公が出てきた時にそこにもう権力が集中して、もう朝廷からないからもう全部こうその下に追いやられちゃって、位としてはもう全然天皇の上なんだけど、権力的にはもう清盛公が牛耳っちゃって、もうあんなことはもう二度と嫌だみたいなところがあって、その一つのなんかこう権力が出てこようとすると、それをこううまく口八丁手八丁で仲悪くさせるライバルを作って、なんか木曽の吉高子が出てきたら頼朝公を争わせたりして、で義経公が出てきたら義経公と頼朝公を争わせるようになんか仕向けたりして、まあこれが天下一の大天狗って言われるゆえんですけれどもね、まあまあどっちもどっちにもつかずに朝廷は朝廷として立場を保つみたいなのが後白河法皇ですよね。まあね、見てる身としてはね、ほんと話をややこしくさせて、こいつが一番の悪者じゃみたいな感じだよね。ちょっとおとなしくしてみたいな。そうそうそう、そういうことなんですよね。この辺のあれは分かりました、なんとなく。分かりました。ようやく何かこう、いろんな点と点が合致しました。あ、そうですか。はい。ほら、よかった。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということで、今回はこんな感じで義仲公のお話でございました。はい。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ではまた次回お楽しみに。はい。